思い出のガンプラキットレビュー集。機動戦士ガンダム、モビルスーツバリエーション。パーフェクトガンダム。パーフェクトガンダムとは、ガンプラブームの頃、コミックボンボンに連載されていた、プラモ教師郎に登場するモビルスーツである。当時のファンの中には、あくまでもプラモだと言い張る人がたまにいるんだよねー。主人公の強田志郎が、144分の1ガンダムをベースに、プラ版やガラクタを使って不眠不休で完成させたのさ。このエピソードに、当時のボンボン派のガキンチョは痺れたものなんだ。今でも、お父さん世代を中心にファンが多く、いろんなメディアで優遇されることが多いんだ。特にゲームでは、チートな性能で登場することが多い高性能機だよ。なぜか、フルアーマーガンダムよりも、はるかに高性能なんだよね。最近では、ガンダムビルドファイターズの最終回に、イオリ製の父親の機体として、満を持して登場したんで、人気上昇中なのだー。100分の1パーフェクトガンダムとは、1984年12月に発売された、モビルスーツバリエーションシリーズ最後のキットだったのさ。まさに、数ヶ月後には、ガンダムマーク2が発売されるという状況での発売だったわけだよ。みんな思ったものさ。あれ？ MSX はどうなったの？このキットの最大の売りは、ベースとなる100分の1ガンダムが、完全な新規の金型で製作されていることを。ってのは、前回のガンダムフルアーマータイプで言ったんだけど、ガンダムフルアーマータイプでは叶わなかった、アーマーパーツの脱着が可能になっているのだ。棒状のポリパーツを装甲パーツのダボ穴に差し込むという、後のガンダム NT1 のキットのチョバムアーマーにも使われた技術を、この頃、すでに実装していたわけですよ。こいつは素直に感動したものさ。でもねえ、なぜか、ガンダムの肩の関節部分だけ、ポリキャップに変更されていたのが不思議だったよ。本当にね。どうせなら、他の部位もポリキャップに変更して欲しかったものだよ。まあ、ベースとなるガンダムの成型色が、すべて真っ白になったのも高ポイントだったねえ。まさに白いモビルスーツ。やっぱりガンダムは、真っ白くなくちゃいかんわけですよ。キットのお値段は、なんと、1400円だー。ぐえー。なんじゃそりゃー。てっきり、フルアーマーと同じ、1000円とばかり思っていた俺は、愕然としたものだよ。悩むと、キットのダメダメな部分が脳内を駆け巡るねー。144分の1の顔はすんげーかっこよかったのに、こいつ顔がぶっさいんだよなー。とかねー。ちょっと買うのを保有しとこうとか思ったら、すぐにゼータガンダムが始まっちゃって、もう見向きもしなくなったわけだねー。買ったのは、ゼータガンダムどころか、ダブルゼータまで終わっちゃって、一応ガンダムシリーズが一区切りついた時だったよ。参ったねー。定番の改造点はねー。フェイス部分の改造は、目元だけでも作り直すといい感じだよねー。ポリ製の動力ケーブルも劣化が怖いんで、コイルスプリングとかに変えるとかっちょいいぜ。改造云々よりも、プロトタイプガンダムのカラーみたいに、機体色を変えるとイメージがガラリと変わっていい感じですぜ。当時っぽさを出したいなら、筆でベタ塗りするのは当たり前の行為だよ。スプレーワークとかすると、確かに段違いに綺麗にはできるんだよね。そりゃもう、段違いですよ、高島平。でもそれって、なんとなくこれじゃない感があるんだよねー。塗料も装甲の一部みたいな感じで、豪快に塗った方が気持ちがいいですぜ。なんと、筆で塗った方がボケ防止というか、創造的な趣味はアルツハイマーの予防にもいいらしいですぜ。予防云々より、シンナーで脳がやられそうだけどねー。最初から出来のいいマスターグレードを買いなさい、とか、よも末なことを言ってはいけないのだー。